お元気ですか、ボクシュミです。今回は2022プロ野球チップス第1弾の開封動画第7回目でございます。それではね、早速開封していきたいと思います。そろそろね、あのラッキーカードをね、聞きたいなと思っております。今日はね、前回に続きまして5袋で挑戦したいと思います。まずは7回目の1袋目でございます。新人王最優秀中継ぎの埼玉西武ライオンズ水上由伸投手でございます。で、最多セーブの東北楽天ゴールデンイーグルスの松井裕樹投手でございます。2袋目でございます。ヤクルトスワローズの、ホセ・オツナ内野手でございます。で、首位打者の北海道日本ハムファイターズの松本剛外野手でございます。3袋目でございます。盗塁王の阪神タイガース塚本浩二外野手でございます。最優秀中継ぎの 中日ドラゴンズジャリエル・ロドリゲス投手でございます。4袋目でございます。で、スターカード、あ、違います、キラーカード出ましたね、広島東洋カープの坂倉翔吾、捕手でございます。これでね、4枚目でございまして、福岡ソフトバンクホークスの甲斐拓也捕手でございます。最後の5袋目でございます。北海道日本ハムファイターズの野村勇希内野手です。で、最後に横浜 DeNA ベイスターズの伊勢博夢投手でございます。以上で2023プロ野球チップス第1弾の開封動画7回目を終わりたいと思います。で、5月31日にね、第8回目、今度は10袋にね、やる予定でございますので、よろしくお願いいたします。またね、6月からまた BBM の巨人編をねやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。